後に来たスキル発動。さあもう一度君たちの力を示す時だ。立ち上がれマグナムアサルト。そして嵐を超える者サバス。親愛なるハイメ、ユーロ第3リーグベスト8進出おめでとう。今季は世界ランクもまた上がりそうだね。こちらも間もなく全国大会が始まる。戦いを控えたファイターたちがみんなうずうずしているよ。この中の誰かがいずれ世界へ飛び出して君に戦いを挑むかもしれないね。アミーゴも今頃頑張ってるかな。あ、やべ、風呂入んなきゃ。レッツゴー。いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。うちのお店は初めてですかね。はい、あの、僕ヴァンガードがやりたいんです。お、こんにちは。あ、黒野くん、いいところに。ちょっとお願いしたいことがあるんですけど。なんすか？この子にティーチングファイトをしてあげてくれませんか？ティーチングファイト？初心者さんに遊び方を教えてあげてほしいんです。ああ、本当は僕が教えてあげたいんですけど、今カムイくんが出てて手が離せないんですよ。別にいいっすけど。すみませんね。アスカーくん、こちら新藤黒野くんです。あのアスカは太陽です。よろしくお願いします。スタンダーバンガー。最初にファイトする場所を選ぶんだけど、どうする？お任せします、すいません、僕なんかの相手してくれて。他に用事あったんですよね。まあなんかクエストって思ってたけど。そうですか。あのさ。はい。うわ、すいません。ゴールドパラディン、自分で組んだのか？はい。ちゃんとできているかわからないですけど。ファイトすればわかるぜ。まず最初にグレード0のカードを1枚選び、ファーストヴァンガードとしてセットする。山札から手札を5枚引く。ここで1回だけ引き直しができる。手札にグレード1から3までのカードが1枚ずつ揃うようにするのがコツだ。はい。これとこれをできました。よし。本当は初めにじゃんけんで先攻と後攻を決めるんだけど、今日は説明しやすいよう俺が先攻でいく。はい。そうだな、最初は俺たちは今から惑星クレイという異世界に行って戦うことになる。はい。ヴァンガードはイメージが全てだ。ユニットの力、ファイトの展開、相手の心理、イメージできたものが勝利をつかむ。はい。今日選んだフィールドは
ユナイテッドサンクチュアリのとある訓練場。そこに俺たちは降り立つ。イメージするんだ、俺たちがこれから戦う世界を。僕たちの戦う世界、惑星クレイ。ああ。どうだ？俺たちは今何の力も持たない霊体としてクレイにいる。このままじゃ何もできない。だから俺たちに力を貸してくれるユニットを呼び出す。それがヴァンガード、導く者という意味だ。導く者？俺たちはヴァンガードにライドして惑星クレイで戦う姿を得る。イメージするんだ、こいつが自分自身になる瞬間を。行くぞ。はい。スタンドアップヴァンガード、ガンナーギアドラゴキッド、ライジングライオネット。まずは俺のスタンド&ドローと言っても、最初のターンだからユニットはスタンドしてるからドロー。カードを1枚山札から引く。続いてライドフェイズ、より強いユニットへとカードを進化させる。ライドレーザーギアドラゴン。次はメインフェイズ、ヴァンガードと一緒に戦う仲間を呼び出す。コールレーザーギアドラゴン。リアガード、ヴァンガードと共に戦う仲間のユニットたちだ。共に戦う仲間。先行はアタックできないルールだから、俺のターンはこれで終わりだ。じゃあ次は僕の番。ああ、俺がやったみたいにやってみろ。はい。ライド先にドロー、ライドはその後。すみません、すみません、ごめんなさい。あのさ。はい。俺も始めたのそんな前じゃないし。え？ヴァンガードだからそんな緊張しなくていいって。はい。よし、ライドしてみろ。よし、朝影の騎士キマルクスにライド。ユニットにはスキルを持つ奴もいる。こいつは同じクランのユニットにライドされた時、リアガードとしてコールできる。味方が一体増えるんだ。味方が？じゃあこのライジングライオネットを移動、それからキマルクスをコールです。これで準備はできた。俺のヴァンガードにアタックしてみろ。はい。グレード0と1のユニットはブーストが使える。自分の前にいるやつを強くするんだ。じゃあライジングライオネットのブースト、キマルクスでヴァンガードにアタックです。ノーガードで、ヴァンガードが攻撃したらドライブチェックが発生する。ドライブチェック？山札から1枚めくるんだ。あ、はい。ドライブチェック出たな。右上に印のあるカードをトリガーと言って、こいつが出ると有利な効果を得られるんだ。これはクリティカルトリガー。好きなユニットのパワーを5000アップできて、さらに相手ヴァンガードに与えるダメージの打点を一つ増やすことができる。ヴァンガードが攻撃を食らったらダメージチェック。ここでトリガーが出ればダメージを回復したりできるけど、今は何もなし。このダメージゾーンに6枚カードが溜まったらそこで負けだ。はい。次はリアガードで攻撃だ。はい。キマルクスでヴァンガードにアタックです。はぁ、ここはガードさせてもらうぜ。ガード成功。ガーディアンサークルにあるカードのパワーはこのシールドの数値で計算する。お前のユニットのパワーを俺のユニットのパワーが上回ればガード成功だ。ガードに使ったカードはドロップゾーンへ置く。基本的な流れはこんな感じだ。ターンごとにヴァンガードにライド、グレードを上げて強くしながら戦いの状況を整えていく。
ヴァンガードがグレード3になるとさらにすごい技が使えるようになるけど、それは後のお楽しみだ。はい。よし、じゃあ続けるぞ。ただいま戻りました。これ伝票っす。はい、どうも。お、やってんな。ん？クロノ君にティーチングファイトをお願いしていましてね。へえ、あいつも教えるようになったか。プリスでグリマーブレスドラゴンにアタック。ノーガード。ヴァンガードの攻撃です。妖光の騎士イア号でヴァンガードにアタックです。ノーガード来い。ドライブチェックです。あ、スタンドトリガーだな。攻撃の終わったユニットをもう一度行動させることができる。よし、もう一度力を貸してください。プリス、ダメージチェック。ヒールトリガー。ヒールトリガー。ダメージゾーンのダメージを1枚減らす。じゃあ今の攻撃は差し引きゼロってことですか。まあな。ターン終了です。次は頑張るぞ。しっかりイメージできてるな。これなら誰とやっても大丈夫だ。どうした。いえ、すみません、僕ちょっと怖いなって。え、お、違います。クロノさんのことじゃなくて、僕がその他の人とやるっていうのが。僕こんな性格だから今までずっと一人で、どうせ僕には何もできないから仕方ない、それでいいんだって。ライド、クロノジェットドラゴンコール。じゃあなんでここに来たんだ。ガード、引っ越しするんです。新しい町に行くことになって、そこでも僕は今までと同じ何もできない僕のままなのかって。でもそれはやっぱり嫌だ。ヴァンガードも僕なんかには無理だって諦めてたんです。でも本当は僕のデッキを誰かと試してみたかったんだ。俺もさ、昔似たようなことを考えてた。一人でもいい、仕方ないって。そう思う方が楽なんだよな。初心者相手でも容赦ないのね。私が教えてあげよっか。おい、邪魔しに来たのか。はい、これ。なんだこれ。必勝祈願、騎馬が来たら渡しといて。私たち絶対全国大会まで行くんだから。邪魔してごめんね。遠慮なくこいつぶちのめしてあげちゃってね。ったく、想像し。ターンエンド、お前の番だ。はい、ドロー。このターンでグレード3にライドできるか。あ、はい。よし、ならとっておきを教えてやる。まずはグレード3にライドだ。ライド、極光の騎士フルグウィント。ファイター両方のヴァンガードがグレード3になった時、ジェネレーションゾーンの解放を宣言することができる。ここにいる G ユニットをヴァンガードにストライドできるんだ。ストライド。 G ユニットは俺たちの未来のもう一つの形だ。なりたい自分、あったかもしれない可能性を時空の壁を超越して引き寄せる。僕の
もう一つの未来。コストとして手札からユニットのグレードが合計で3以上になるようにドロップゾーンへ置く。できるか？はい。よし、じゃあやってみろ。イメージするんだ。新たな可能性をつかんだ未来の自分を。ジェネレーションゾーン解放。僕の掴む未来、新たな自由を今ここに。ストライドジェネレーション。ワゴン流ビアクロスドラゴン。 G ユニットがストライドした時、元のヴァンガードはハーツとなり、 G ユニットはその名前とパワーを得る。すごい。ライジングライオネットのブースト、スピアクロスドラゴンでヴァンガードをアタック。ノーガード。さらなる可能性を得た存在である G ユニットはトリプルドライブを持つ。ドライブチェックで3枚のカードをめくることができる。じゃあ行きます。1枚目、2枚目。3枚目。クリティカルトリガー。これが僕の未来。新たに掴んだ力だ。ターン終了後、 G ユニットは G ゾーンに戻る。ターンエンドです。ゴールドパラディンの新しいユニットだね。あ、はい。何か用か？あ、そうそう、大会までにこれだけは目を通しておくといい。へえ、こんなの出てたんだ。わざわざ悪いな。道すがらだったからね。あ、そうだ、これ安城から。わあ、お守りか。ありがたいね。お前そういうの当てにすんだ。神様っていうのは人の思いの集合体だからね。ヴァンガードも最後に勝つのは思いが強い方だろ。さて、邪魔してごめん。頑張って彼を叩きのめしてあげて。じゃあ。たく、悪い。どこまで進んだっけ？僕のターンが終わったところです。そっか、ごめんな。いえ、そんな。さっきも言ったけど、俺もそんな前じゃないんだ、ヴァンガード始めたの。けど短い間にすっげえいろんなことがあってさ、大変だけど楽しいぜ。はい、僕も今すごく楽しいです。ジェネレーションゾーン解放。風流エポックメイカードラゴン。本当にありがとうございました。いや、俺も楽しかったぜ。どっちが勝ったんです？黒野くんも大人げないですね。いや、俺は手加減したら悪いと思って。いえ、おかげで目標ができました。いつか黒野さんに勝てるぐらい強くなります。引っ越してもたまに来いよ。またファイトしようぜ。はい。いいですね、昔の自分を思い出します。シンさんもファイターだったんですか？ええ、一応ね。いつか機会があったらお手合わせ願ってもいいですか？はい。あら、珍しい。
近いうち機会があるかもしれませんから、準備だけはしておこうかと。ふん、面白いファイターでもいたの？ええ、そうなんです。調整手伝ってあげよっか。オラクルとジェネシス、どっちがいい？悩みますね。ミサキが相手してくれるなんて。半端なデッキだったらあっという間に潰しちゃうから。スタンドアップ、バンガード。